はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第93回でございます。で、今回のテーマは、イベントとか講演会とかっていうタイトルなんですけど、下に書いてあるように、え久々にダラダラ注意報を発令しております。えー、っと、ダラダラします、今回は。あの、本当にみになる話とかじゃなくって、かなり妄想話とかが入るから、すげえ気分転換とかに、まあ、あの、聞いてもらえたらなと思います。あの、気になる話ではないので、前回見たら真面目な話じゃないからね。 で、もう一個が勉強サプリの撮影終わりましたという感じで喋ろうと思います。で、あの、まあ、イベントとか講演会とかと書いたんですけど、まずイベント、こっちね妄想話です。で、講演会は現実にある話なんですけど、え、今日が6月の2、0ちょっと待って、ね。撮影してるのがね、土曜日の朝なんでずれてんだよね。28か、今日。そうだね。で、まあ、27のね、朝に撮影してるんですけど、 えっとまず、来月7月にですね、あの初めて、人生初めての講演会をさせてもらいます。Twitter の,の方ではね、ちょこちょこと言ってるんですけど、えっと、新潟県のある中学校の先生から声をかけていただきまして、7月15日にね、あのそちらの中学校で、あの全校生徒と保護者の方の前でね、ちょっと喋ってくるんですけど、 あの2015年の目標の一つがね、講演会と、そしてイベントへの参加ってことだったんで、これでね、一つ達成となります。まだこれしかね、達成予定がないんですけど、今のところは。そう。まあ、点があって、で、一応ね、9月にもまた、まだちょっと話まとまってないんで、あれなんですけど、もしかしたらね、ま、た違う学校から、学校のね、講演会をするかもしれないです。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょこちょこ、実はそんな活動もしてるんだよっていうね。で、もう一個、イベントの方が、これはですね、あの、目標、2015年の目標の一個に、 今年 YouTube チャンネル登録して10万人が目標なんですね。で、10万人達成したら、また10万人達成記念イベントをやろうと思っていて、実は去年ね、目標が3万人だったんです。2014年の目標がね。で、まあ、達成することができて、で、11月22日、いい夫婦の日だったかな、確か。にね、えっ、ー、と、ありがとう言いに言います企画みたいなのをやらせてもらって、あの、全国のね、こう、も、ま、の親御さんに許可を取った上でですけど、 あのいろんな方に会いに行って直接ねあ新幹線とか電車乗り継いで会いに行って結局その時はねちょっと西の方面、まあ、北の方のね自分はあの群馬県に住んでるんですけど北の方の応募もあったんですがこう2日で回らなきゃいけなかったのでこう応募がちょっとまとまっていい感じのルートが通れるようにあとはそのいた,だいたコメントとかであこの人にとかこの子に会いに行きたいなと思った子を優先して選ばせてもらったんですけど。 それで結局、滋賀とか、滋賀、大阪、岡山とか、まあ、そっちルートですよね、にね行ったんですけど。で、まあ今年もね、そのイベントを10万人達成したらやろうかなと思っていて。で、その妄想話っつうのは、その達成イベント何しよっかなっていうのをね、さ最近すげえ考えてるんですよ。またこう会いに、いえっと、会いに行ってね、ありがとう言います企画とかね、一緒になんか話そうよ、話そう、話そうって言っちゃって、話そうよ企画とかね、やろうかなとも思ってるんですけど、 そうそうそう。最近それを考えてる時間が一番幸せな気がする。そう。あの、ツイッターでもこの前話振りましたけど、まあいろいろこんなことやってくださいとかね、オフ会やってくださいとかなんかイベントみたいにやってくださいとかいろいろイベントとか、なんかみんなで集まる感じのイベントねとかいろいろ話をいただいてるんですけど、まだ、えー、登録者今7万、あれ ?3000 かな ?4000 かなぐらいなんですけど、一応ペース、なんかね、6月入ってからありがたいことにすごく ペースが上がっていて、今、多分テストとかのこともあるんですけど、まあ毎年4月、5月はすごく減ってるというか、落ち着いてるんで、まあ6月からこう加速していくんですけど、毎年。で、まあ今のペースやと、まあ多分うまくいけば10月半ばか終わりぐらいには10万人いけるんじゃないかなというペースに、一応今来たのでやっと、4月の段階は危なかったんですよ、本当に。うん、いけねえんじゃねえかなと思ってたんですけど、でもまあちょっとね、少し波にだっと乗るようになってきたので、 まあ10万人いったらまた何か決め、えっと、イベントやります。まだちょっとね、本当妄想してる段階なんで、何しかなっていう。そうそうそう。あの、いろんな方に今意見ね、募ってるんで、もしあれだったらこのコメント欄とかでも書いていただければね、参考にさせてもらおうとは思ってるんですけど、まあ、何かやらせてもらいますので、まあ、その際にはね、ぜひ、あの、なんだろうな、興味を持たれた方は参加していただけたらと思います。はい。ね、あの、なもみになってないでしょ。そうそうそう。何も決まってないのにこの話振ってるからね、そう。で、あとね、その、 ワンちゃんめっちゃ泣いてんな <laughs>。あの、勉強サプリの撮影終わりましたっていう、まあ。勉強サプリに参加してること自体ね、知らない方も多いと思うんですけど、あのー、最近 CM やってんのかな俺あんまテレビ見ないんで、わかんないですけど、ちょっと前はね、あの、勉強サプリっていう、なんか、一月月980円か。でね、あと勉強の動画が、プロがやってる授業動画をね、見放題っていうサー,サービスがあるんですよ。リクルートっていう会社がやってるサービス。で、俺そこで一応先生、 あの英語のね、中学校英語の先生やらせてもらってるんですけど、それが、えー、終わったんです。ってか、終わったって書いてるんですけど、日曜の段階は終わったの。なぜかっていうと、今ね、土曜日の朝撮影してるっていう話をしたけど、この後行くんです。最後の撮影にね。そう。で、やっとね、終わりました。で、あの、前からね、こう、もう勉強サプリやってて、どういうこと感じましたかとか、どんな感じなんですかとか、裏話教えてくださいみたいな話もね、結構これもらってて、 で、本当は話そうと思ったんですけど、一応、終わってから話そうかなと思ってたので、まあ、近いうちにちょっと裏話ではないですけど、なんでね、俺が勉強サプリの撮影にこう参加したのかとか、その至った過程とかも、ちょっとね、あの話せる範囲ですね。あんま話しちゃいけないことも多分あると思うんで、まあ、話せる範囲で、ちょっとね、ダラダラジオでやってみようかと思ってるんで、まあ、その際にもまたよろしくお願いします。なのでね、まあ、ひとまず、この勉強サプリが終わって、まあ、これが終わることで、だいぶ落ち着くので、そう、本当に、 大変だった <laughs>。まあ、ほんと修行だったなと思うよね。うん、いい修行だったよ。あの、世代的に多分わからない子の方が多いと思うんですけど、多分俺とか、俺今30歳なんだけど、俺とかと同世代やったりとか、ちょっと下ぐらいでもいけるかな。あの、精神と時の部屋っていうね、あの、ドラゴンボールネタなんですけど、での、まあ、過酷な修行な感じでした。まあ、ほに良かったですね。参加させてもらえて、と思う。うん。で、これが終わって、まあ、もしかしたらまた、 ちょっと、ね、いろいろまたこれを決まり次第話すことですけどその勉強サプリに関わるかもしれないけどまた、まあ、ひとまずは落ち着くのでこう自分の YouTube の動画ね、まあ、今ちょっとペースが人一日一本とかになっちゃってるからもう少しちょっと上げれるようにあの勉強動画の方ね、うん、やっていこうとであとはそのまあ講演会も来月あるのでまあど緊張ですよ本当に <laughs> すごい楽しみなんですけど すげえ楽しみなんだけど反面やっぱ不安っすよねそうそうそううまくできんのかなとかさこうそんなにねあの大きな中学校というか人学年がめちゃくちゃ多いみたいな中学校ではないんですけどでもあの俺すなんつうんだろうな子供たちって言い方悪いけどねその学生のみんなと喋ったり触れ合ったりするのめっちゃ好きで。 もと、まあ元々多分、塾講師やってたりとか、もともと教員志望でね、その教育実習とかも行ってたからさ、あの、すごい好きなの。だから、めっちゃ楽しみなんだけど、いかんせんね、人見知りなんだよね。<laughs> めちゃくちゃ人見知りなので、そう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 。だから、すげえ不安。あ <laughs> あ、はい、どうしようっつって、行ったのに無視されたらどうしようとかね、そう、えらい、いらんこと考えてるりするんだけど。でもまあ、一番大切なことはやっぱり楽しむこと、自分自身がね、俺自身が楽しむことだと思ってるから、 まあ、あとちょうど半月ぐらいねあのあと、まあ、約2週間ちょっとかあるのでこう話す内容とか、ね、いろいろこう、まあ、吟味してじゃないけどねせっかくみんなの時間を奪うわけだからさ学校の、ね、親御さんも来ていただいて、ね、あの話すのでこう親御さんにしてもねそう聞いてくれる生徒のみんなにしても何かしらあ聞いてよかったなってそうそうそう思ってもらえるものにもちろんね100人って100人がさ「やべえよかった!」ってそれは無理だと思うんだよ。 そうそわ超悩みやって <laughs> なると思うし普通にね俺が逆でもなるし話つまんなかったりさ例えばこうなんだろうな,なんとか式みたいな時の来賓のさちょっとおじさまの話とか結構なんかね眠いこと多くない <laughs> あー眠いみたいなあー寝ちゃダメだみたいなあるんだけどでもこうすごい話が上手とかでその年齢関係ないと思うんだよ若い人でもすごい年配の方でもやっぱり話上手い人って上手いんだよね 気づいたら、あお、もう終わりかよみたいな。そうそうそう,そう。そっていうこともやっぱりね、それはやっぱ実力次第だと思うので、さあ、俺、俺のね、初めての <laughs> 講演会がどうなるか分かんないんですけど、ひとまずその講演会も終わったら、あの、もちろん先生と今相談をしてる段階なので、あげれるところしかあげれないんですけど、ちょっと編集をして、まあ、こんな感じで一日過ごしました、みたいなのをね、こう、YouTube の方にも、あの、公開できる範囲、多分生徒のねあの、顔とかは絶対出せないんであれですけど、こう、公開できる範囲で編集をして、 アップしようかとは思ってますののでそ、ま、ずはね、えっ、ー、と、うん、ま、講演会費ね、ちゃんとやり遂げるっていうところと、10万人をね、早く達成するっていうところを目標に頑張ります。あとは、こう、あれです。一つでもね、ちゃんとみんなにとって有益ないいものを、あの、授業動画をアップできるようにね、これからも頑張ります。実はですね、あの、昨日、ちょっと最後ね、これで最後の話なんだけど、 えっと、29、7に撮影してるからごめん。えっ、ー、と、アップしてるのが28なんで、おとといか。おとといですね、初めて、あの、こっちのチャンネルね、勉強チャンネルだけで、1日で10万回再生を行ったんです。今まで最高がね、8万行ったことなかったんで、7万9000円ぐらいだったかな。まあ、急に晴れたんで、1日だけかもしれないんですけど、でも、ちょっと地味に目標にしてたんです、それ。そう、ひかにね、目標にしてて。だから、すごい嬉しくてさ。だから、まあ、ほん それだけ一日10万回ってもちろん他のねトップ YouTuber さんなんて1本上げただけで何十万回っていくものだからでもね大したことないんだけどでもやっぱ勉強っていうジャンルでそこまで見てもらえてるのはそれだけの責任があるしうんだからこう妥協せずにねいいものを分かりやすいものをね提供できるように頑張りますので今後もどうぞよろしくお願いいたしますでは今回はハイチのダラダラジオ第93回イベントとか 講演会とかというテーマで喋らせていただきました。めっちゃダラダラだったけどねえ。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、えー、っと、どうすかサプリの裏話がちょっと次回からちょっと保証できないんですけど、まあ、その辺とか、あとはね、あの、夏休みの主語、守護し方じゃないね。過ごし方とか、その勉強の仕方とかをね、喋りたいんですけど、ごめんね。実は、その7月15日の講演会のテーマがそんな感じなんです。で、そことやっぱ重複しちゃうのあのね、 そこののの中学校の生徒の子、子結構聞いてくれてる子多くて、くくれる多ダダラダラジオだから、ちょっと熟すると申し訳ないので、そこが終わってから話します。はい。なので、まあ、15日が終わった週の、ダラダラじはそのテーマになると思うんですけど、なので、まあちょっと勉強の仕方、まあ、夏休みの過ごし方っていうのはね、ちょっと直前になっちゃって申し訳ないんですが、その辺で話します。だから、まあ次回ね、裏話か、他の話か、ちょっとわからないんですが、もしよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。